石井さんはあの海外で最も成功している日本人監督だと思いましたねこんなタイトルを取った日本人監督は海外にいないといやもう,そ,う <laughs> そこまで言ってもらえうのちょっと逆に恥ずかしいんですけどもともとフィジカルコーチとしてカスマで スタートしてるわけですもんねフィジカルのことを分かった方が、やっぱ怪我人少なくできたりとか、トレーニングの負荷っていうのはある程度、コントロールできると思うので、クラブワールドカップ、レアル・マドリーとの戦い、決勝戦でレアル・マドリー、クリスチャのロナウドとかいたフルメンバーでしたからね、そうですね、日本の J のクラブが一番世界に近づいた瞬間でしたよね、金額は上かさなくて結構ですけど、やっぱり給料が1.5倍ぐらいになってもおかしくないですよね、その外貨の。 為替のレートによって。よそうですね。そうですね。二兆円一億以上って報道は見てましたからね。<laughs> いやいやいや。み <laughs> さん、こんにちは。ピボットの佐々木です。今回のピボットフットボールでは、タイの代表監督を務める石正忠さんにお話を伺います。石井さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。それで、ホストはいつものか木崎さん、ね。はい。よろしくお願いします。はい。 木崎さんはん、ね、あのカンボジア代表に向かってらっしゃってカンボジア代表はタイ代表に一度も勝ったことがな、はいですしタイ代表はいかに強いかも知ってるし今タイリーグがすごい盛り上がってるんですよ、はい、でもう下手したら J2 でプレーするよりタイリーグの稼げるんじゃないかっていう代理人の人もいるぐらいで、うん、もうますますあのプレゼンスが上がって今オーストラリアリーグよりアジアの中で地位が上なんですよねランキングがあって<ー>なのでもうそこで代表監督やられて石井さんにちょっと今日はいろろいいい聞きたいですねはわ、い、かりました石井さんそんなにタイって今サッカー盛り上がってるんですか あの今、木崎さんが言ってもらったと、そんなに盛り上がってるかなって逆に思ってた <laughs> <laughs> でもあのも、非常にサッカー熱っていうのはあると思いますね。タイリーグの年俸というか、かなり上がってきてますよね、選手のどうなんですかああの、どうなんですかね、僕もその辺あの年俸に関しては詳しくわからないんですけど、まあ、でも、えーと、比較的、やっぱりいい給料はもらってるっていう感じでは聞いてますね。で、さらにまあ円安ですから、うん外貨が強いですからね。 僕は助かってます非常に良 <laughs> かったです <laughs> ということで今日はですね最初に石井監督の紹介をちょっと最初に簡単にさせていただいた後にですね、まあ、先日のまあ日本代表戦の振り返りも含めて、はい、今の日本代表とタイ代表をどう見てらっしゃるかってお話を伺ってその後とにまあ異文化におけるマネジメントそして最後に勝てる監督の流儀ということでお話を伺っていきたいと思います海外で結構成功してる日本人監督としては石井さんって相当ねらしいですね あの海外で最も成功している日本人監督だと思いましたね。なんでかっていうと、はいはい、もう、あの、タイリーグで3冠を2年連続でやられてるんですよ。うん、で、こんなタイトルを取った日本人監督は海外でいないと。で、タイリーグのレベルを考えても、うん、まあもちろん日本代表で森保監督とかワールドカップで活躍してますけども、うん、まあリーグという意味で、やっぱり石井監督は今、現時点でナンバーワンの実績を上げてると思いますね。うん、はあ、それ褒め殺ししてるわけじゃないですか。いやいや、全然持ち上げてないという、<laughs> あの、事実としてお伝えしてますけど、<laughs> これ、評価合ってますか、石井監督。 いや、もうそう、そこまで言ってもらうんで、ちょっと逆に恥ずかしいんですけど、まあでも、あの、まあ一生懸命、あの、仕事はしてますので、まあそれでどうにか、あの、結果がついてきてよかったなというふうには思ってます。でちょっと石井さんのプロフィールを振り返ると、はい、まあもともと、あの、鹿島で、あの、活躍されて、ミッドフィールダーとして活躍されて、まあその後、監督をされて、鹿島監督として J12016 年優勝して、これすごい鮮明に覚えてますけど、同じ年のクラブワールドカップ、レアルマドリートの戦い、 すごかったですね。レアル・マドリー相手に一回リードして2対2まで行って、ね、延長戦で負けてしまいましたけども、うんうん、決勝戦でレアル・マドリー、クリシャのロナウドとかいたフルメンバーでしたからね。うん、あのチーム、柴崎選手の活躍もあって非常にいい試合をしましたけども、やっぱそこはみんな覚えてる人が多いんじゃないですかね。うん、そうですね。日本の J のクラブが一番世界に近づいた瞬間でしたよね。うん そしてその後にこれ、うん、鹿島市の学校給食センターで勤務されてるっていう。これが異色ですよね。<laughs> そんだけの監督さんが学校給食センターで働くってこれは、これ大宮の監督の後だと思うんですけども、これは結構やっぱ話題に後になりましたよね、はい、石監督、まあ。あのね、僕自身は本当に、えっ、ー、と、そこまでコーチをずっとやってて、2015年に監督になって、本当に監督業っていうのが初めての中、この2年ぐらい過ごしてきて、 やっぱり、ま、家族との時間というのも欲しかったですしあのそういう意味で一回ちょっとサッカーから離れたいなっていう気持ちになったのもあるので,、はい、であとは家族との時間娘がちょうど小学校の6年生だったので中学校行っちゃうと部活とかで、ね、なかなかこう同じ時間を過ごせないので、まあ、そういう意味で言うとその学校関連の仕事をしたらスケジュールが合うのかなっていうところで。 あの給付センターに働かせていたただきました当時の,あの経験が、まあ、インタビューの中でも結構マネジメントとしていろいろ学ぶことが多かったっていうことも書かれてましたけれども、はい、当時の経験ってやっぱり監督ととしてても生きてるところあ,るんですかあ,あそうですねその時当時の,その女性のリーダーの方が、まあ、非常にその組織をまとめるのが上手で、うん、でなんかこう働いてる人たちもすごく気持ちよく働いてるっていうのをすごく感じてて、うん、でそれはやっぱり今もつ 今につながってるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。で、僕の日本の監督のイメージはですね、威厳、はい、型というか、特に J リーグが多いと思うんですけども、はい、もう近づき方やオーラを出して文句を言わせない。<laughs> やっぱ日本の選手文句を言いやすいっていう面も僕はあると見ていて、<ー>でそれをいかに制するかが J リーグの仕事の監督の仕事かっていう部分もあると思うんですよ。で、そういう中でこういう給食センターみたいな、うん、まあある意味自分からあの降りていくというか、何か偉そうにしない態度を。 行動を取るっていうのはすごいちょっと信じられなくて、さらにあのこの時チケットを買って石井監督があの感染する姿がどっい,いろんなところで目撃されて話題になったんですよ。<laughs> はい、なんか全然選ぶらない監督っていうのが新鮮で、まあ、もしかしたら森谷さんにも通るところがあるかもしれないんですけども、うん、この辺そのどう思いますか。僕は今言ったことに関して。 エアックはないと実際に思ってるので、あの、監督してようが、ま、あの、選手でいようが。なので、もうそういうのは全然僕の中ではもうずっと変わってない部分ですね、うん。なので、本当にもう純粋に、えっと、娘と時間を取るために、あの、学校給付センターを選んだっていうだけのことであって、で、あとは、えっと、自分でチケットを取って、え、いろんなクラブの試合を見に行ったっていうのも、やっぱり、ファンとかサポーターの、あの、 方たちが、まあ、どういう気持ちでね、応援しに行っているかってやっぱり、やっぱり実際に知りたくて、はい、そういう気持ちで行きました。好奇心がすごいすそのクラブワールドカップに出る前も、森保監督のところに、広島が前年クラブワールドカップ出てたんで、聞きに行ったっていう話が記事で見たんですけども、うんはい、そういうなんかリサーチ力というか、好奇心というのがすごいなと思ったんですけどね。はいまあ、そうですね。それも、あの、させていただきました。あの、実際に森保監督に会いには行ってないんですけど、あの、電話でつなげていただいて、 どういうういいい戦方ををししたたっていうの,をあの聞きましたね、まあ、それなんでかっていうとその大会サンフレッチェ広島が試合をあのやるごとにどん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 なんかこう強くなってるような感じがしててでそれを見てたので。 どういう感じで、あの、試合をやってるのかなっていうのはちょっと聞きたくて。はい。普通、監督同士ライバルでもありますし、なかなか聞き,<ー>聞きづらいと思うんですけど、それを実行して実現するのがすごいですし、まあ、はい、教えてくれる森保さんもすごいですけども。<ー>まあ、う森保監督ですて、<laughs> あの、素晴らしいと思います。<laughs> あの、手の内を明かしてくれたっていう、なんか前半は結構セーブして、守備<ー>に徹して、後半勝負するといいよとか、はい、そういうのが、あの、記事で見たんですけど、そこまで教えてくれるのかと思ったんですけどね。<ー>はい、本当その通りですね。あの、全て教えていただきました。はいはあ それではその森安監督と戦ったその日本代表戦の話ちょっと振り返っていただきましょうか。パート1ということで。結構スコアとしては5対0でしたけど、まあ前半だけ見るともう0対0で、これだスタッツを見ていくと、ボール支配率ってまあそんなに変わらないというか55%と45%というとこで差はなかったですけれども。 これ全体の試合見ていやもう前半0ゼ0で終えた時はやはり驚きましたし、その前半からもうかなりボールをつなぐ意思を見,見せて、で結構引っかかって、カウンターを食らいながらもそれを恐れずに繰り返したっていうところは、本当すごいなと思いましたし、後半も1対0になった後も、まだ2ゼ0になるまで結構時間があったんで、本当にタイの強さを僕は感じで見てましたけどね、も,うもちろん局面の守備のなんか、日本のがやっぱハードに、森保さんがこだわってるところだとは思うんですけど、うん、ハードに行くとかっていうところは違いは見えたと思うんですけども。うん これはタイとしては大きな手応えを得たんじゃないかなと思ったんですけどもいかかがですか、うん、まずその、えー、と代表の選手を招集,招集するあの期間というのはやっぱり、えー、と短くてで実際に29日に、えー、日本に入ったんですけどもその前の日にまでリーグ戦があったチームが6チームあってでそのチームが遅れてやっぱ入ってきたということで全員で、ね、トレーニング。 できるのがもう30 31日の日に守備の,のトレーニングだけはしっかりしようということで、まあ、2グループに分かれて守備のトレーニングをしたんですけどまあそれはあの本当にと、え、に、ーまあ、前,前半だけですけどもねうまくいったんじゃないかなというふうには思ってますじゃあタイとしても集まったばっかりの急増チームだったんですねあんまりまだ全然成熟したチームじゃないんですねそうですねで、うん、私自身もあの途中からだったので あの、実際にトレーニングしたのが、えっ、ー、と、27が、えー、初めてで、はい、そこからもう数日だけだったので、まあ僕はその、えっ、ー、と、タイの選手を対戦してるんで知ってるんですけど、もう選手たちが僕のことを、人間的なことも知らないと思うので、もうそういうのをこう、どんどんこう出していって、僕、自分のことを知ってもらうっていうことも <laughs>、あの、やらなきゃいけなかったので、 はい、すごく、まあ、期間的にはちょっと少なくて、まあ、も,うもうちょっと、もうあと2日、3日あれば、もう少し違う戦い方もできたんじゃないかなというふうに思ってますで立ち上がりに裏を2回ぐらいも取る場面があって、結構いい、はい、あの入りだったんじゃないかと思うんですけど、やっぱその日本の高いディフェンスラインの裏っていうのは、狙えると思っていたんですか、はい、あの当然その、えーと、押し込まれる時間は長いと思いましたし、前からプレッシャー来るっていうのもある程度は想定してたので。 まあそういう時にはどういう形で、えーね、プレーしたらいいかっていうのは、もう本当、これ、ミーティングだけなんですよあの。結局はトレーニングはあんまりしないので、そのミーティングだけして、だからそこをあのタイの選手もやれたっていうのは、やっぱりクラブの選手と違って、やっぱ代表選手の質が高いなっていうふうには思いましたねあと、ちょっと専門的な話になっちゃいますけど、日本が4 4 2であの高位置かプレース、はい、ゴールキックに対してかけたときに、アンカーの選手というか、守備的ミッドフィールドの人。 選手が1人残ってそこに結構、はい、あのフリーになって受けられる前を向ける場面もあったかなと思うんですがもちろん引っかかる場面も多かったですけどもそれでもチャレンジしたことによって、はい、あ日本のプレスかわしたなと思って見てたんですけどもそこれも本当にそれこそ、えー、とミーティングのパワーポイントで説明しただけなんですよ、うん、なのでそこもチャレンジして、ね、あの選手がやってくれたので、まあ、僕は本当に。 あの試合後も選手たち言いましたけど、まあ、このスコアで負けたけど、ボクシンはすごくこう成果のあった試合だったよって話ししましたその日本がああやってプレスをかけてくれたは、なんとなく想定通りだったんですかはい、そうですね、それはありましたおじゃあ結構、ベンチから見てて、結構選手たちは果敢にうまくやってるなっていう印象でしたかまだもっと,あの、えー、とボールを受ける、まあ、立ち位置だったり、ポジショニングだったりっていうのは、えっ、ー、と。 実際に僕もピッチの横で立っててあの、まあ、言ってはいたんですけど、まあ、なかなか、ね、そこも伝わらずトレーニングもしなかった分あのそこはできなかったんですけどタイ代表の人選がもっと守備的でもいいのかなと思ったんですけど、うん、そんなに高さとかも重視せず、はい、テクニック自分たちの強みを出すメンバーを選んだのかなって印象だったんですがその辺の強い国と選ぶのに守備的なメンツを、はいまあ、もしかしたら多少は選んでるのかもしれないですけども。 結構強気の人生だなと思ったんでですすががいかか、まあ、本当にあのそういあの言ってもらえたとおりその、まあ、じ自分たちの目標はまだ先なのでそのもう日本代表に、まあ、どうにか引き分けとかっていう試合をやっても全くなんか意味がないかなっていうふうに思っててなので、まあ、自分たちの強みを出せる自分たちのスタイルを貫けるような。 あの戦い方をした方がいいんじゃないかなというふうには僕は僕思いましただこの辺がやっぱ監督の色が出ますよね、目の前で初戦、うん、やっぱり格好悪い試合したくないと思ったら、うん、もっとガチガチに守ってあのやったと思うんですけど、結構、テクニシャンを、まあ、小柄な選手を並べてで、ディフェンスラインも高くっていうのは、やっぱこれは石時間とこ強気なところがあの出たんじゃないかなと思ったんですけどね、うん、僕らもチャレンジャーなんで、失うことはないので、なので、まあ、本当にそこは。 あのこういう立場だからできたということだと思いますそれはその、えー、と2016年のクラブワールドカップの決勝の時も同じような感じだったと僕は思うので、だからああいう形ができたんじゃないかなというふうに思ってるので確かにレアルに対して、普段の鹿島のサッカーやったってことですもんね。うん、そういういことですね、はい、やっぱタイって攻撃に特徴があるというか、攻撃で通用する選手、能力が高い選手が、やっぱり粒ぞろいなんですか 僕の印象だとチャーナティップ選手がやっぱり、うん、あの160センチ以下ですよね、でめちゃくちゃうまいから J リーグでも通用したし、うんうん、でやっぱりもともとテクニックがあって、攻撃的なサッカー好きなのかなっていう印象を受けてたんですけど、いかがですか、はい、あのその通りだと思います、あの本当に攻撃的なあの選手、そういう意識を持った選手が多くて、まあ、なので逆にその守備のところも結構、ばーんっていっちゃったりするんですね。うん なので、まあ、そこだけ、ね、整備できればいいかなというふうには思ってるんですけどやっぱ無タイがあるぐらいなんか格闘技文化というか一対一のなんかありますよね <laughs> 戦闘魂というかそういうのありますなんかおとなしいですけどなんか内に秘めた強さがすごく感じますね対戦相手として日本代表今回どう感じられましたか、まあ、メンバーが変わったこともあって前半と後半でかなりちょっと色合いが違ったかと思うんですけど今は日本代表八個の勢いですけど対戦相手としてどう感じましたか、はい、日本代表の強さというところ。 まあ、やはり、もうすべてにおいて、その、違いがやっぱあったなっていうふうには、もう実際に僕も、そのあのピッチの横に立って、今まではそのテレビとか、その映像でしか見てなかったものを、実際のスピード感とかをこう、感じると、本当に差があるなっていうふうには思いましたね。だからもう、技術的なところもそうですし、フィジカルの強さもそうですし、もう特に切り替えの速さっていうのは、やっぱり、タイでもかなり言ってる、 言っててで、自分がいたもうサム・とブラッカンシティとかブリーダムでもそうだったんですけど速くなったなって思いましたけどまたさらにもう2段階も3段階も早いなというふうに思いました、ね、やはりボール奪われた後の即時奪還というか攻撃から守備の切り替えのところがやっぱりめちゃくちゃ早いな相手陣内での守備の切り替えのところが早いなというふうに思います。 やっぱりフィジカル能力が高い選手が揃っているともあるでしょうしそうう予測力も高いでしょうし、うん、ちょっとしたイーブンなボールでもやっぱ日本が取れるっていうのはどうしてなんですかねこれはテクニックなのかフィジカルなのかどう見てますか一対一のどちらかに出るかっっていうのはやっぱテクニックの部分はあると思うんですけどやっ,ぱそのやっぱスピードがやっぱり速いので,でそれってその今、日本代表の選手ってもう日常がヨーロッパのリーグでやってる人たちじゃないですか。<laughs> やっぱりそこのスピード感とそのぶつかり合いの強さっていうのはもう全然違うなっていうふうに思いますけどね。 日本代表の練習見に行くと、早送り見てるような気分になります、うん、僕は。これ<ー>はなんでなのかなって分かんないですけど、その予測力だって人もいれば、本当にただ単に速いって人もいるし、まあもしかしたら合わさってそうなったのかもしれないですけども。うん、その速さって以前の日本代表にはなかったものなんですね、うん、本田選手が主力だった時よりも速くなってる気がしますね。そう思います、僕もそう思います。これ、試合後に森保監督とお話したりしましたか今回はちょっとできなかったです、僕もちょっとあのお話し,したかったんですけど、できなくて。はい これあのチーム全体として強いってことだと思うんですけど特に子として見たときにこの選手はちょっと抜けてるなとか感じられた日本代表の選手ですよね。やっぱり後半出てきたやっぱ堂安選手とか<ー>全然違うなっていうふうには思いましたね<ー>、はい、僕、まあ、ユースの頃からあのちょっと見てたりとかもしてたんですけどあ<ー>まあその頃からもなんかこうやっぱ飛び抜けてるなっていう感じはあったので<ー>、はい、それは思いましたね。 選手、特にどこら辺のあたりが飛び抜けてますかやっぱりボールを奪われないっていうところと、うん、やっぱり判断がいいっていうことじゃないですかね。古巣鹿島の佐野海舟選手とか、いかがでしたか実際にはなかなか僕も、その日本代表の選手は見れてなくて、やっぱり自分のチームだけになっちゃってるので、<laughs> でもあの佐野海舟選手は、えっ、ー、と、僕、鹿島に戻ったとき、やっぱり鹿島スタジアムに試合を見に行くので、うん まあその時に見てまして、やっぱり素晴らしい選手だなと思って、あのボールの回収力と、なんか前にボールを運ぶ、なんかこう、力とか、スペースの見つけ方っていうのは、すごいなというふうに思ってます、ねうん、で佐野海修選手は得点起点になった場面もあ,ありましたけども、あやって、まあ、いわゆるポケットというか、そのペナルティーエリアの深いサイドの位置まで入ってきて、はい、選手がどんどん日本代表を走って狙ってるようにも見えたんですけども、あ、はいうん、あいうのはもう分析、なんとなく予想してましたか、それとも試合のに。 特別感じたところはありましたかまあそれはね、さすがになんか、そこのところまで注意して対応しようっていうのは、なかなか言え,言えてなかった部分で、まあ、それは当然、現象としてはあの起,こ起こってくることなんですけど、はい、そこはあのやっぱり選手に伝えきれなくて、まあ、やっぱりやられちゃったっていうところですかね、うん、今回の対戦に限らず、同じ監督として森保監督の、うん、ま凄さといいますか。うん なんでこんなに日本代表が強くなってるのかもちろん選手もあると思うんですけど森保監督の貢献もすごく大きいと思うんですが今回一緒に戦ってみてまた改めて感じたところございましたか、はい、もうざっくり全体としてなんですけどやっぱふと懐の深さというか、うん、何かその本当にこう落ち着いてえっ、ー、といろんなコーチにその役割を任せてで自分はちょっと一歩引いた。 ところで、なんか全体のマネジメントをうまくしてるっていう、なのですごく選手もプレーしやすいし、えー、スタッフ、コーチも仕事をやりやすい環境を作ってる人なんじゃないかなっていうふうには思ってますね。そこの目指すスタイルって石井さんも似てるんですか、やはり先もちょっと話しましたけど。そうですね。はあ、そう思います。そういう時代なんですね、はい、監督は。選手を抑えつけるんじゃなくて、<laughs> うん、選手と一緒にチームを作っていくみたいな。 雰囲気を、今の日本代表にも感じたし、はい、あの石井監督のインタビューとか見てると感じたんですけどもそれは合、うんはいはい、僕もなんかこう先頭に立って引っ張っていくっていうよりあの一番後ろの方にいてなんかこう押 <laughs>、ね、していくみたいなそういうタイプの人間だと思うので。 ビジネスの世界でも今羊飼い型のリーダーが大事だみたいに言うんですよ。羊飼いの人って一番後ろで羊はどんどん前の方に行くじゃないですか後ろから見守るみたいな感じやっぱそういうサッカーも同じ時代なんですね。そうなってっていんですかね日本は特にそうなってる印象はありますね先日ビッセルコーの話もしましたけどそういうとこもありましたしでもそれは監督のタイプじゃないですかね人間の。それで引っ張っていける人もいると思うので先頭に立って。 そうでですすよよね、ね、はい、タイプですよ、ね、今の話にも通ずるんですけどこのパート2異文化におけるマネジメントっていうところで特に自分の国で自分の言葉が通じる形でやるのとまた全然違うものがあると思うんですけど、ね、この異国で指揮する上で何を大事にしているか最初もまざっくりした質問ですけどそ,そこはどうですか、はい、タイでやられてみてうーんま。まずはその言葉の問題私も本当に日本語だけなので英語も話せないですしタイ,タイ語も当然話せないので。 えとまあ、でも指導の仕方は日本とは変わってないんですけどやっぱりコミュニケーションの取り方をできるだけあのたくさん日本,人、ね、あの日本に行った時よりもたくさんあとはもう、えーとまあ、個人個人でもできるだけ話すようにはしてます。まあ、それもできるだけグラウンドでするように練習終わった後に気になった選手がいれば寄ってって話をしたりとかなんかグループであこれなんか今日のトレーニングとか話してそうだなと思ったら。 寄ってって、何話してんのみたいな感じで、はい、聞きに行ったりとか。これだけはしないようにしてるってことは何かありますかその、タイで指揮する上で、うんやっぱ。やっぱ嘘つかないってことですかね。まあこれは、あの、まあ日本でもそうなんですけど、今までこう、思ってることでも、なんかこう、気を使ったり、こう言えなかった部分が、まあ最近はちょっと言えるようになってきたんですよね。<う> <laughs> いろんな人に対して。まあ、まあ、年上の人に対しても、 あの、オーナーさんに対しても言えるようになってきたんですけど、だからそういう意味も含めて、なんかこう嘘をつかないで、まず自分の持っていることを、えっ、ー、と、相手に、こう、ね、発するということは、あの、やるようにはしてますし、で、その中でやっぱ嘘をつかないということは、あの、徹底してます。 例えば、選手を怒ることもあるんですから例えば、ミーティング、チームミーティングでみんなの前で選手を怒ることがあるのかそれとも、それやっぱ一対一にするのかとか、いかがですかあ,あと、それもちょっと場面によりますね。この選手になんか怒ることによって、こうみんなに伝わるよなっていうふうに思えば、わざと、えっ、ー、と、全員の前で怒ったりもしますし、受け取る相手によって、この選手にみんなの前で言ったら、かなり落ち込んじゃうかなっていうんだったら、ちょっと呼んで、こう、 一対一で話したりはします。結構激しく怒るんですか。怒る時は。基本的に激しく怒ることはないですね。ああ、やっぱないですね。はい。はい。だから、僕、自分の考え方はこうだから、こうして欲しくないっていう言い方。ですかね。はい。で、こうやってフレンドリーな監督というか、あの、かなりみんなと距離感を縮めると。逆に、その、はい、まあ、舐められて、なんか、規則を破るとかってことも起こりうると思うんですよ。うんうん、その、あ、この監督。はい、はい、あの。 結構友達みたいになって、例えば夜飲みに行っちゃおうとか、うん、なんか、うん、あの、そういう事件も起こりやすくなると思うんですけど、うん、そういうのはいかがですか、うん、さそこはだからはっきり、あの、選手を引くことが大事だと思うんですね。ただそれだけだと思うんですよ。もうじ、自分が、その、なんだろう。えっ、ー、と、まあ、選手に対して、これだけはやっちゃいけないよっていうこところは、もうはっきり言うべきだと思うので、はい、そこははっきりしてます。うん、甘やかすことはしないです。お まあ日本代表もこれはかなり昔の時代ですけども、うん、やっぱりみんなで集まると学生乗りですごい、うん、あのお酒を飲んだりとか<ー>飲みに朝まで飲みに行ったりとか昔はよくあったそうなんですよ。で僕のよく、まあ、記事でもいっぱい書きましたカンボジアの時本田さんの時もやっぱありましたし、うん、本田さんがいると怖いからやんないんだけど本田さんがいなくなるとやるというか、うん、そういう<ー> <laughs> なんかどうですかその生者飲みに行っちゃうとか例えばそういう規律面の徹底っていうのは、うん、まあ基準が高ければ言う必要はないんですけども。 ままだまだやっぱプロフェッショナリズムという面では日本のレベルにはないかなと思うのでどうしますか、うん、そうですねその辺もあの少しずつですね、まあ、急にやっても反発もあるかもしれないのであの少しずつそので僕のやっぱ人間性ももっと分かってもらいながら、うん、っていうのもあのう同時にしていきながら、えー、とどうにかそのタイのサッカー選手が本当にサッカーのプロフェッショナルとして え長く選手生活を送れるようにこうしていきたいなというふうにはそういう意味でこうなんだよというのは選手にどんどん言っていきたいなというふうに思いますあまずは自分を人間的に分かってもらってそこから関係を築いていくということなんです、ねはいはい、もしかしたらその例かもしれないですけど、まあ、最初タイの率いたサムットプラカーンで入団3日目に全選手のニックネームを覚えてきたから当てさせるゲームをやらせてくれてみんなに言って。 ニックネーム行って会ってたらハイタッチしてくれというゲームをやったと。はい、でこれはまあ結構面白いなと思ったんですけども、はい、あのこういうふうにしてみんなと距離を縮めるっていう狙いがあったんですか、はい、そうですね、それはそうですねあの、まあ、ちょっとチームも若かったりもしたので,であの本当に、えっと、日本からもう全然知らない、ね、監督が来てでどんな人なんだろうとかっていうのもあったと思うのでなので、えっと、前の日に全員と一緒に写真を撮って。 で、名前を覚えて、もう二日目ですかね。で、あの、一列にこうやって並んでもらって、で、それで名前をか、あの、端っこから言ってって、合ってたらこうハイタッチして、どんどん。全部正解したんですかえっと、実は一人だけ忘れ <laughs> でかけてた選手がいて、で、その選手はゴールキーパーで一番年齢の上の選手だったんですよ。でそしたら、その選手がマイクっていう選手だったんですけど、まあ、 待っっってててちちゃいで言くれて <laughs> で思い出して <laughs> だからその選手にはもう終わってからありがとうって言って <laughs> 選手嬉しいいでですすすね覚ええてもららった企画を考えるのがすごいです、ね、その練習メニューとか考えたりする監督が多いと思うんですけど<ー>そういうことまで考えるっていうのは結構そはアイディアを練るのが好きなんですかいろんなそういう技術を習得する上でただサッカーだけじゃなくて他のスポーツのものも取り入れたりとか なんか体の動かし方とか脳の使い方とか、なんかそういうのもいろいろ関わってくるじゃないですか。なんかそういうのでいろんなことをちょっと勉強してたりもするので、うん、そういうのを実際に選手に試してみたりとか、うん、そういうのはやったりもします。もともとフィジカルコーチとして、カすマでスタートしてるわけですもんね。はいそ、そうですね。あのブラジル人が、ね、いつもコーチでいたので、そのアシスタントとして。はい、それも異色ですよね。ねえ、そうですよね。うん でもなんかブラジル人の監督ってなんか結構そういうのが多いっていうあのオリベラ監督もフィジカルコーチ出身だったんですけどブラジルはかなり多いんですよね大学とか大学院でフィジカルの勉強して名称になってくってパターンがかなり多くて石井さんはそれの鹿島流でブラジル流を吸収してそうなってたんですねはいそうですねであとはやっぱりそのフィジカルのことを分かってた方がやっぱ怪我人少なくできたりとかトレーニングの負荷っていうのはある程度 コントロールでできると思うので先ほど日本代表のフィジカルがすごかったとお話ありましたけどタイの選手はまあ平均的に見たときに日本の選手に比べてやっぱりまだフィジカルを劣ってるんですか、はい、そんななこともないんですあのスプリントのところの違いはすごくあるなというふうには思います<ー>はいであとはそのえっ、ー、とやっぱり判断のところですよねそのいつどこでどういうタイミングでねスピードを上げるのかとかそういうのも全然違うなというふうに思ってますね これすっごいマニアックな質問になって恐縮なんですけども、どどど今回ブラパって選手が選ばれたんですよ。18歳か19歳ぐらいのフォワードで。で、187センチぐらいあって、すごい動ける。で、これ、あの、U23 の大会で僕、あの、見てて、いい選手だなと思って、はい、まあ、ビッセルコービーにも推薦したぐらいだったんですけども、<ー>まあ代表入、うん、A 代表入ったと思ってで、ブラパって選手もものすごいフィジカルありますよね。そうですね。彼に、アンダー23で結構活躍してて、で、それこそサムトプラカーンでも、 試合なので今回はちょっと一回呼んでみたんですけど、まあ、あの思っていたような活躍っていうのは今回はちょっとできなかったですねそ,でその練習も見てて187で動けるみたいなのがやっぱりタイにもいるのを見ると、うん、やっぱどんどんその水準が上がって日本をキャッチアップしてくるのかなと思いましたね。うん、タイって一番身体能力が高かったりスポーツの才能ある人はサッカーに行くんですか 比較的そうなんじゃないんですかね。で、あとバレーボールとかも強かったり、まあ、それこそ先ほどおっしゃってた、エタイとかですよね。でもそ、そこはまたなんかね、ちょっと違う、あの、部分だと思うので。ベストアンドブライティストが来やすいっていう環境ではムエタイやってた選手とかいるんですかね。カンボジアはなんか、かけボクシングで正規立ててたと。<laughs> 子供の時立てててサッカー選手になった子とかもいて、はい、やっぱ独特の文化を感じるんですけど、ムエタイからサッカー来る子と,<ー>とかもいるんですかねどうなんですかねそこちょっと聞いてみたいと思います。<laughs> あの、ねか、鹿島では、あの、上田が、何でしたっけテコンドー捕獲。あ、テコンドー、ドーそうですよね。 あとちょっとあのコミュニケーションの話よかったんですけど、これ言語の壁って通訳の方が優秀であれば結構超えれるもんなんですか第2、第3の石井さんを生むためにもそこって結構大事なポイントかなと思って。僕に関しては本当にその今いる一緒にやってる通訳の方が、えっ、ー、とサムトプラカンの時の途中からと、あとブリーダムも一緒でしたし、まあ今回も最初は違ったんですけど、今回ブリーダムをえっ、ー、と、まあやめていただいてというか、そういう形で、えっ、ー、とタイ代表に来ていただいたので、 もう本当に彼の存在というのは非常に大きいですね。ね通訳は日本人の方ですかそれともタイの方ですかえとタイ人の方です。<ー>はい、で<田>も長年サッカーで、えー、仕事してきた方でタイぐらい人口が多いとやっぱりサッカーもわかるし、うん、日本語を喋れる方がある一定数いるのかなっていう想像をしてたんですけどあ意外に、ね、いないんですね。だからサムティブラカンシティに入った時も、えー、と3人ぐらい、えー、といろいろ おの通訳の方やられて、で、その4人目で、その今の方に、はい、に来ていただけることになって、だからそこでやっぱり、やっぱガラッと変わりましたね。やっぱそういうのをちゃんと探すのが大事なんですね。<laughs> はい、そう思います。うんうん 選手とまたレベルが違いますもんね。ん言語、言語のね。次、オーナーの話もありますも、ね、はい。これやっぱ、はい、タイリーグといったら、オーナーのが強烈だというやっぱ印象があって、うんまあ、石井監督もインタビューでオーナーからの注文があるというふうにおっしゃってましたけども、このオーナーからの注文をどう受け流すというか、はい、受け流すのか、聞くのか、もしくは、ちゃんと自分の意見を言うのか、このあたりのオーナーとの付き合い方っていうのは、 いかがですかはい最初にいたサムとブラックアンシーの時はもう全て現場を任せるっていう形でやらせていただいたのでオーナーさんから何かすごくこういろんなこう注文をされたってことはほとんどなかったんですねでブリリラム・ユナイテッドに行った時にはやっぱりオーナーさんかなりあの力の強い方で私は基本的にはオーナーさんの、えーとまあ、注文に対しては自分の中での基準で否定しなきゃいけないところは一度否定します はい。でそれでもう1回そこから同じもし注文が来た時にはそこはもう受け入れるようにしてその状況でどうにかしなきゃいけないというところだけになんかフォーカスして考えることにしてます。でそれはせこの選手使ってくれとかそうそういうのものはあるんですか。そういうのもあります。でこの選手使ったら厳しいなと思ってもじゃあそれを選手は出てもうまくいくようにじゃあ設計していくってことなんですか。 そうですね、オーナーサイドとの仲良くなり方ってやっぱ選手と仲良くなり方とまた違うと思うんですけど例えばカンボジアとかとレンゲをぐるっと回して当たった人がひたすら飲むっていうゲームをやらされたりとか飲みニケーションがあるんですけども <laughs> どうですかあの対話 <laughs> そういうのはないですけど、まあ、でもあの本当にそのオーナーさんもやっぱり、えー、と選手スタッフを家族のように、うん。 あの思ってくれてるので、本当、に食事誘ってくれて、そこで、ね、あのいろんなコミュニケーションを取ってくれますし、本当に僕ら、スタッフ、選手のことを大事にしてくれるので、まあ、逆にえ、なのでそ、そういうなんかこう、注文が来た時には、まあ、ある程度はね、否定したりとかもしますけど、受け入れるようにして、それをうまくできるようにすればいいなというふうには思ってましたねだか分かりやすく言うと、ブリー・ラムが読売巨人軍だったら、鍋常さんみたいな存在ってことですか、オーナーが。 そうなんですけど、僕もいやあまりそこ詳しく分かんないですけど <laughs> でも、はい、かなりそういうオーナーさんもたくさんいると思います。強烈な方なんですよねブリーダムのオーナーの方はビッ、はいね、セルの三木谷さんみたいな感じじゃないんですか。はい、僕もビッセルのことについてなんか言いづらいところがあるんですけど <laughs> あのでも僕はお,金お金出したら言うべきだと思うんですよベルルスコーニンさんみたいに、うん、その方が色が出るというか強いか弱いか微斯にして。 あの、メディア的視点で言うとやっぱ面白いじゃないですか。なので、それをどう本当うまくやってたのかなっていうのは、まあ今日お聞きして、2回目からは聞くってやっぱなんか面白いですね。えー、はい。そ,そこはもう絶対にあの受け入れるっていうことはしました。はい、あ タイ代表にもそういう存在が出きるんです、ね、んですタイ代表に有名なマダムパンという女性が、はい、まあ、すごい、あの綺麗な方で、お金持ちなんですよね。はい、で、ベンチに座ってるんですよ。だって、あのに西野監督とかもはかなり苦労したというふうに伝え聞きますけども、<laughs> うんうん、その、石井さんの前のブラジル人監督の時とかも、うん、僕、試合見てたら、ベンチでかなり目立ってるんですよ、このマダムパンが。うん、で、あの、このマダムパンとの付き合い方も難しいんじゃないかなと思うんですけど、今はどういう存在か分かんないんですが、いかがですか、はい えとまだ忙しいのでいろんなあのこともやってるのでなのでミーティングがあっても本当15分20分ぐらいで、まあっという間に話を終わって帰っちゃうみたいな感じなんでなかなかうまくコミュニケーション取,って取れなくてあのどういう人かっていうのはまだ僕も分かってないんですけど、まあ、でもそのタイ代表に対してのやっぱ情熱っていうのはすごくある人だというふうには感じてるのでなので、まあ、これからですね僕もその。 あのマダムとの付き合い方をどうすればいいかっていうのは、試合に勝ったりすると、マダム・パンが自分のプライベートのお金でみんなにプレゼントしたりとか、そういうのがあのかなり SNS を活発にやられてる方なんで、<ー>本田さんもあの大会で一緒だったと一緒に写真撮って投稿して、かなり盛り上がってましたけども、結構、タイ代表を語る上で欠かせない、た,ただ監督からしたら結構、まあ、考えなきゃいけない存在なのかなと思ってたんですけど,ど。どういう肩書きなんですか、サッカー協会会長みたいな感じですか。 えっといや今回、えっと、2月にサッカー協会の会長選があるんですけど、うん、まあそこにあの出てる,出てるあそうなんです、ね、すごいですね田島さんみたいな <laughs>、はい、次期会長になられるんじゃないかなというふうに思うそしたらやっぱお金資金力もあるしかなり頼もしいですね。うん そうですね。それは、そう思います。はぁ、あ、ちょっと昔、日本で言うと川淵さんがずっとベンチに座ってるみたいなのが <laughs> <laughs>、そういう感じなんだ。そういう感じなんだ。もともと経営者なんですか財閥のご令状ですかね。ああそっか。そうですね。はい。保険関係の会社をやられてる方で、僕は、あの、聞いてますけど、はあ。そういう存在いるのも面白いですね。いや、そう、そういうのも、やっぱり見る上では、<laughs> メディア的一線で言うと面白いですよね。ね最後、勝てる監督の流儀っていうところなんですけれども、 本当にタイトルをいっぱい取られてるんで何かあるんじゃないかと秘密がそれをちょっと今日探りたいと思うんですけどだって鹿島でもすぐタイトル取りましたし1年目ですぐ天皇杯取ってで次には J リーグ優勝してさらにまあクラブワーカップ準優勝でもすごいですしでタイでは3冠2年連続そんなオーナーが難しさがあったりとかまあ名門チームなんで強さはあったとは思うんですけどもあのそういう状況でちゃんとタイトル取るっていうのは何か秘密があると思うんですけどもそのタイトルを取れる監督と取れない監督の差っていうのは どんなとところにあると思いますか僕はその僕自身じゃなくてまああのえっ、ー、と他に名将と言われるタイトル取ってる、まあ、ヨーロッパのクラブの監督た,たくさんいると思うんですけどそれは監督が非常に優れてるんじゃないかと思うんですけど僕の場合は僕が優れてるんじゃなくて選手だったりスタッフだったりクラブの職員であったり、まあ、そういう人たちが優れてるというふうに思ってますね。 まあ鹿島には、まあ、けんされてるんで、鹿島の話をすると、鹿島、僕、取材した時面白いなと思ったのは、やっぱり移動用のバッグを移動しやすいように開発したりとか、本当に細部にこだわる、それはやっぱりジーコイズムと言われる、勝つために逆算していろんなことをこだわってる、そのジーコイズムというか、鹿島の流儀っていうので、何か参考にしたことは、していることはありますかそういういい細かいことも含めてそのやっぱり えーとチーム勝つために何をすべきかっていうのをいろんなあの部署で考えてくれてるっていうのが一番大きいんじゃないですかね。例えば選手の取材に関しても選手に負担にならないようにとか、はい、もうやってましたし本当に芝を管理する人とか洗濯とか掃除とかする方とかも非常にこう我々スタッフ選手とかに気を使ってくれたりとか本当に選手がよりよくプレーできるような ことを常に考えててくれてるんじゃなだからそれはもう全体のクラブの組織力なんじゃないかなというふうに思ってますけど、だからそれがもともと勝つためにっていうのは、そのジコさんが、ね、植え付けた部分だと思うんですけど、そこから逆算してどうすべきかっていうのは、クラブ全体がやってるってことじゃないですかねで鹿島といえば、やはりオリベイラ監督だと思うんですけども、本当に名将だと思うんですね。で、そのコーチをオリベイラさんのもとでやられて、何か吸収したことっていうのはありますか、はい はい、あのオリベイーラさんからあの吸収したことはコーチになんかこう明確な役割を与えてそれをこうやってもらうっていうだからなかなかこうコーチに信頼してなんか、ね、いろんなことを任せられないところもあると思うんですけどそれを本当に早い段階からやらせてたんですよねだからその僕らスタッフにとってみたらやりがいがすごくあるっていう。 オリビエラさん僕も取材したことあるんですけど NASA の論文とかも読んでたりしてフィジカルコーチマニアというかいろんな器具導入ししてましたよねね、うん、そうです、ね、トレーニング方法もそうですしであとはもう選手のモチベーションを上げるのはもうとてもあの素晴らしかったですね<ー>、はい、僕もあの、えー、とそういうビデオを作るらせてもらったんですけど何かポイントがあるんですか<ー>そのモチベーションを上げる上でやっぱり選手の心を揺さぶる 言葉だったり、そういうし、あの、まあ、それこそビデオの映像だったりっていうのをやっぱりあの使って、何か本当にき選手の気持ちを高ぶらせることっていうのはやってましたね。あの、見た目はなんか大学教授みたいなクールな印象ですよね。うん、眼鏡をかけて、うん、あの、白髪の紳士っていう感じですけども、はい、でもモチベーション上げるのがうまいっていうのは。うまいですね。で、あとはもう厳しさがありましたし、 あの、そこはやっぱり、すごいなと思ったので、一つ、その、負けた試合で、丸々、一試合見たとか、ミーティングで、そういうのもやりましたね。<あ>情けない試合が。全員で全部見たんですね。全員で、はい。<laughs> ピッチの中にボールがあるシーンだけ、分析担当に、あの、作ってくれって言って、もう何も言わずにですよ。だから60分くらいの映像を、ただひたすら、 映像をを流しててそれをみんなが見るっていう結構苦痛というかあれですけどそこにはそのまあ不甲斐ない試合をやってでねその試合を見せてなんか選手だからどう思わせたいかというのは僕もはっきり分かんなかったですけどあと石井さんがフィジカル、うん、元フィジカルコーチということで何かその勝負の分けるフィジカルのポイントとかっていうのはこだわり 僕はできるだけ怪我人を出さないってことですね、<ー>やっぱり戦力を失いたくないっていうのはあるので、うん、だからそういうトレーニング理論っていうのも、えー、と2010年ぐらいですかね、えー、とオランダ人の方があの提唱されてる、えー、理論を使ってずっとやってて、でやっっぱり怪我人は少なくなくたと思いますおオランダって言はあれですか、ピリオダイゼーションみたいな。はいそうですね 怪我人を減らすすにはその何が大事なんですかやっぱりボールを使ったトレーニングをするっていうことが一番はいいんじゃないですかねやっぱサッカーをさせるっていうことですよねで昔のフィジカルでいうとやっぱ素走りが多かったりとかだったじゃないですか、うん、だからやっぱりサッカーをさせるっていうことが一番重要なんじゃないかなと思うんですよねであと負荷を少しずつ上げていくっていうペリオダイゼーションのまさにこあの考えでだんだんその周期を作って上げていくっていう考えなんですね、はい そうですね。おお、まそういう目に見えない取り組みがやっぱ長いリーグ戦っていうのでタイトルに繋がってくるんですね、うん。はい、そう思います。やっぱその最新の理論とか世界の最新の理論とか常にやっぱアップデートして学べるかどうかって大事ですよね。それその学べるチームを作っとくっていうか。うん それができるかかどうかです、ねはい、だって森保さんに電話して聞くってぐらいの調査能力ですからやっぱそこの<ー>でこのタイの仕事始まる時も和田さんっていうタイで指揮を取られた方に電話したっていう記事も見て本当に調査能力高いなと思ったんですけどもうん、うん、これはもう生まれ持ったものっていうかかなり身に染みついたものなんですか <laughs> それもあるかもしれないですね、まあ、好奇心は非常にあるので。 それこそ、あの、ピボットも、あの、サッカーのところとか、まあ、ビジネスのところもそうなんですけど、やっぱ本当見てます。ありがとうございます。<laughs> ピボットまで見てくださるは、ね、代表監督。すごい。<laughs> もう本当勉強にな,なってます、それで。へえ。今、タイでも、あの、クラブチームと今で違うかもしれませんけど、結構チームは意識的に、そのコーチのチームとかいろんな編成されてるんですかそれぞれの専門家を置いたりという形で。うん、石井チーム、チーム石井チそれはやっぱり日本よりかは少ないんじゃないかなと思います。<laughs> まあ今回、その<ー>タイ代表に関しても、 えっとまあ、日本と比べちゃうと日本は本当に分析の,あの人をまた人数増やしたりとか、まあ、今回記事でも見ましたけど、まあ、東大だったり筑波大の学生もサポートしてもらうとかそういうのがやっぱあるじゃないですかそういうのはやっぱりほとんどないのでだからそういうなんかこう本気でその対代表対サッカーの発展とかそういうのっていうのはやっぱどっかでまあ協会だったりリーグだったり。 そういう組織で、が先頭になって、やっぱりやっていかなきゃいけないかなっていうふうには思ってますし、だからそこは本当に遅れてるなっていうふうに思ってます。あ日本恵まれてるんですね、そういう意味では。やっぱり、うんあの、アジアのトップランナーだし、だってもうワールドカップ優勝って言ってるぐらいですからね。うんうん、本当にドイツやスペインと肩を並べようとしてるんで、ただタイはもう次のワールドカップ狙えるところまで来てると思うんでね、うん、その伸びり率で言ったらタイは負けてないんじゃないですかね。うん、うん、そうですよね。そういう意味でもこれからの監督としての、タイ代表監督としての展望というか、 目標とといいいいうかそういうかそころを伺いたいですね、はいまあ、大体、広いだけじゃなくて僕はまあ監督やっていく上で、まあ、本当に今までやってた通おり、まあ、コツコツサッカーの勉強もやっぱりちゃんとしてで真面目にあの仕事をすることだと思うので、まあ、監督としてじゃなくてもう仕事をする上であのやっぱりこうずっと学んで,でそれをおー選手に対して誠実にやっていくということだと思うので、まあ、それをあの今後もどういう立場になっても。 あのクラブの、えー、監督でも、代表の監督でも、やっていきたいなというふうには思ってますね。今回のアジアカップっていうのは、どう見てますか。目標としては、どこぐらいまで行きたいっていうふうに。抱えてらっしゃるんですか。えとできるだけ、やっぱり多く勝って、で、決勝トーナメントに、まずはちょっと行きたいなというふうには思ってますね。うん、まあ、あの一番、えー、タイ代表が、あのアジアカップで、やっぱり、えっ、ー、と、ベスト十六なんですかね。行けたのが。うん なので、まあ、最低そこまではいきたいなというふうには思ってますけど、うんうん、キザイスさんから見て、今のタイ代表、十分いけるって見てますか、はい、そうですね、サウジアラビアと同じ組で、うん、で今回、アジアカップは3位までで、うんあの、いい3位になれば、6チーム中4チーム出れるのかな、3位がとにかく、3位になってもチャンスがあるんで、ここは十分チャンスがあると思います。オ、うん、オママーーンンでしたっけとキルイス 結構強いんですよ。やっぱ中東、<ー>東南アジアのチームが中東とやると勝てないってずっと言われていて、た、えー、だ西野さんが前回、ワカペ予選にそれを覆したところがあったんですけども、うん、かなかなかやっぱり、なんでなんですかとその、東南アジアのチームと中東がやると身体能力の差っていうのがあるのか、やっぱサッカーの文化の歴史の差なのか、簡単じゃないですよね。うん、うん、うん、そう思いますね。はい。なので、だから僕らも本当にチャンスはあ,のあると思ってるので、うん 本当に決勝トーナメント目指して、で,で、てきるだけ上目指して頑張りたいなという思ってますけど。ワールドカップいける確率どれぐらいあるって見てらっしゃいますかそれは監督なんで100%ってね思う、思うと思うんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> でもいや、本当に非常に難しいと思います。その実際問題、<ー>そのアジアの中でも、えー、っと、やっぱり20番目とか、そういう形なので、<ー>その中の、えー、8.5枠ですかね、うん、そこでやっぱり出場しなきゃいけないので、まあ、非常に難しいですけど、まあ、でも、本当にそこ目指して、 あのまずはそれがやっぱりタイのサッカーを発展するためには本当にいいきっかけになるんじゃないかなと思うので、うん、はいそこを目指したいなと思います。<ー>あの選手にもこれずっと言い続けて、あ一緒にやっていこうという風にあの言い続けていきたいと思います。うん、今回サイドバックで北欧生まれの選手も入ってましたけども、そういうタイだとやっぱ海外にも体型の方っておるいると思うんですね。はい、その辺のリクルートというか発掘っていうのは今後どういう風に考えてますか。あそこも本当にあの専門の あの、やっぱり人がいて、そこを常にリサーチしてくれる人がいたら、本当に助かるなと思います。あの、僕も、あの、クラブにいた時から、そういう選手の選考とかっていうのは、やはり、まあ、自分でビデオを見て、で、えー、やってたりもしたので、やっぱそこになかなかね、時間は避けられないので、だからそういう専門の、やっぱり部署だったり、人を置いて、やるべきじゃないかなというふうに思ってますけど。 今ベトナムも強くなってるんでもうこれベトナムがもしワールドカップ出てタイが出れなかったらものすごいタイの人は怒ると思うんですよそのライバルなんでそこの今レースはすごい熾烈だしもしかしたら2つとも出れるかもしれないしそれが,レベルが上がっていると思います、ね、これあの石井監督がいいロールモデルになると思うんですけど今後日本の監督が日本人の監督がどんどん世界で活躍するためにもうすでに選手はそうなってきてますけどやはり監督サイド、はい、コーチサイドあとビジネスサイドが。 ままだまだ日本は弱いと言われてますけどより石井さんのような監督がどんどん出ていくために、はい、日本サッカー界って何が必要だと思われますかまあ僕自身ね、行ってどうにかなるっていう気持ちで <laughs> まあやってきているので、うん、あの言葉も話せなかったですしなのでだから、まあ、でも僕はたまたまね、やっぱりその通訳の方が見つかったんでよかったんですけど、うん、まあそういう環境もなかなかタイでもないので。うん ねえ、でも、その、今の若い、その指導者の方って、やっぱり言語のところもね、しっかりや,やられてると思うので、うん、まあ、積極的に、あの、どんどん出ていって、あの、経験してもらいたいなというふうには思いますけど。そういう引き合いはいっぱいありそうですね。アジア中で。いや、もう日本サッカーのノウハウとやっぱりもう、アジアでトップでしょうし、うん、でさらに今後は日本の指導者にとっても、 外貨でもらえるというのが魅力だと思うんですよ。<ー> J リーグのその J1 の監督の給料よりいい給料をもらえってなったら優秀な人材がいってもおかしくないですよね。で、ちょっとやっぱ J リーグ今硬直化してるんで、はい、同じような監督がぐるぐる回って面白くないとこもあるんで、まあ、そこ外国で結果を出してまた循環すると面白いと思いますね。うんうん、確かにちょっと夢がありますね。うん、そうか。ね、やっぱり態度かチャレンジできると思うんでいろんなことが日本と違ってまた。 給料って面でやっぱ上がり、その、まあ、もちろんサムットプラカーン、ブリーラム、今タイダイ工ってもうホップ、ステップ、ジャンプと成功されてるんで、どんどん上がってると思いますけども、その、金額は明かさなくて結構ですけど、やっぱり僕はさ、はい、今散々言った外貨獲得っていう意味の、<laughs> だって給料が1.5倍ぐらいになってもおかしくないですよね、その外貨の為替のレートによっては。そうですね、そうですね。なので今かなり、その、僕はす進めたいんですけど、石井監督から見てどうですか、外、給料って面でも魅力なんじゃないかなっていう。 そうですね。そういう面では、あの、非常に魅力だと思います。海外でやるっていうのは。うん、はい。でも、まあ、年俸の部分では僕は、あんまり、その、鹿島の時と、えっ、ー、と、下がった時もありますし、はい。まあ、今でも、 今の給料は鹿島の時よりも低いぐらいです。あ、そうなんですか。<laughs> 西野監督は、<laughs> だって西野監督1億以上って報道は見てましたからね。いやいやいや,いや <laughs> まあでもやっぱ、その、日本人指導者が海外、うん、まあいきなりヨーロッパっていうのはかなり結構難しいんで、はいはい、まずは東南アジアとか、まあ東アジアとかそういうところで日本人指導者が実績上げていくと、はい、あの、指導者の層も分厚くなってくんで。そうですね。まあ石井監督はもう最初に言っているそのトップランナーなんで、本当に。 あの期待してます、ね、それで各国のレベルが上がればアジア全体のレベルが上がって、うん、日本代表にとっても、ね、好循環ですよね。またアジア予選がもっと面白くなりますから。うんうん、うんうん、確かにいやそういう日々楽しみですね。はい、ということで石井さん今日はあのアジアカップ前のお忙しい中ありがとうございましたありがとうございました。